マリエ・ディグビーは、アメリカ人の女性歌手、シンガーソングライター、ピアニスト、ギタリスト。愛用のギターは、ギブソン・ハミングバード。ロサンゼルスのライトクラブで歌うマリエ・ディグビー父親が、アイルランド系アメリカ人で、母親が、日本人のハーフ。ニューヨーク州のニューヨーク市で三姉妹の長女として、産声を上げる。その後、カリフォルニアのロサンゼルスに移住。 幼い頃からクラシックピアノを習い、作曲は高校に通っていた15歳の頃から始める。その後カリフォルニア大学バークレー校に進学。大学では哲学を専攻する。大学在学中の2004年に自作曲のミス・インビジブルでパンテン社主催のソングライティングコンテストに応募し、優勝。ハリウッドレコードと契約する。なお、その時の賞金は5000ドル。 その後も、精力的に、ライブハウスでの演奏活動を続けるが、契約後もあまり変化のない毎日に苛立ちを覚え、ハリウッドレコードが売り込んでくれないのなら、自分でやってみようと、YouTube への動画投稿を始める。2007年にリアーナの大ヒット曲、アンブレラのアコースティック版を自宅で、カバー歌唱、演奏した動画を YouTube に投稿した結果、 閲覧数が770万を超す人気動画となる。マリエディグビー版アンブレラはロサンゼルスのローカル FM 局スター98.7で頻繁にプレイされるようになり、MTV のリアリティ番組ザ・ヒルズシーズン3の第1話でも取り上げられた。アンブレラはその後も注目を集め、シングル曲として iTunes、Amazon MP3 ストア、 ウォルマート MP3 ダウンロードズなどで発売されるに至った。また、リンキンパークのワットアイブダンのアコースティックカバー版もデジタル販売されている。2008年11月に放送されたヤングスーパーマンシーズン7の第7話のラストシーンでスペルが使用され、同12月には ABC ファミリー局のクリスマス向けテレビ映画ホリデーインハンドカフスでブリングメラブが使用された。 なお、ヤング・スーパーマンでは、カーラ・ケントが、携帯電話で、セイ・イト・アゲインを再生しているシーンもある。YouTube では、他のアーティストのカバー曲のほか、自身のオリジナル曲のミュージックビデオ、各種イベントや日本からのビデオ頼よりなどの投稿を、続けている。ファーストネームの英語表記が、マリーになっているのは、マリーと読まれないようにするためで、実際に、絵にアクセントを置いて発音するわけではない。 The Official Marie Rigby Fanzut.2008 年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月14日閲覧。Marie Rigby from Los Angeles has been chosen by America's The Winner of the National Pantemé Pro Boys Music Competition.Hybeam Research.2011 年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月14日閲覧。 ウォルマート限定版にはボーナストラックとインタビュートラックが収録されている。一方、ベスト版限定版はボーナス DVD 付け、アルバムライナーノーツより、母の故郷、日本を訪れた際に心に残った曲をカバーしたアルバム。ありがとうございます。